はい、皆さんこんにちは、片倉しおみです、今日はですね、オンラインサロンの講演ということでですね、以前ですね、この原住民族、台湾の原住民族についてお話したことがあったんですけども、それが非常に好評だったということもあって、ちょっとその中でですね、今日は、その原住民族、台湾のこの原住民族の人々の言葉になっていった日本語っていうのをちょっと考えてみたいと思います。で、実はこれ私はですね、台湾に暮らし始めた頃からずっとこう調べてきたことなんですよね。で、まあ、最近はね、この結構研究者もね、いろいろこの原住民族の言葉や台湾語やね、ハッカ語に入り込んだ日本語の研究をしている人も増えているので、まあ、いろんな研究成果出てきているんですけども、やはりね、こういったものって変わっていくんですよね。私がそれこそ1998年とか97年ぐらいに記録したものがもうすでにほとんど今、耐えてしまってるとか、使われなくなってるとかですね、こういうことたくさんあるんですよ。で、非常にね、変化の大きい、ものでもあるので、これが全てというつもりは私もないんですけども、今日はですね、私はいくつかの事例を挙げるとともに、こういった言語からこう推測できる彼らの文化とかですね、言語文化のみならずね、彼らの考え方とかですね、生き方とかね、そういったものをちょっと、お見せできたらいいなと思っています。そしてね、皆さんとこう分かち合えれば、皆さんが今度ね、台湾の各地を旅行されるときにですね、こういった原住民族、日本当時は高砂族って言いましたけどね、この高砂族の人々と出会う機会なんかがあったときはね、ちょっと参考になれば嬉しいなと思ったりしています。どうでしょうね、皆さん、原住民族、興味のある方も多いと思うんですけれども、今台湾の人口が2350万人、そしてその中の約50万人程度が、この原住民族っていうふうに言われてるんですけどね、今これ写真出てる人たちは、これ曹族って言って、アリ山の周辺に住んでる人たちですよね。彼らのように非常にその人口は多くなくても、自分たちの独自の文化を、大切にこう守るというか、そして子どもたちをね、その自分たちの部族意識を、誇りをね、こう持った子どもたちに育て上げようと努力しているところもあれば、逆にもうほとんど肝心化の流れっていうのがね、もう止められずに、言語が消滅しつつある。そういった人たちもいます。例えば、今これ写真ちょっと見ていただきたいんですけども、これは、サイシャット族って言ってね、ちょっと待ってないかな。サイシャット族っていう、部族がいるんですけども、これなんか人口がすごく少なくてですね、非常にこの、日本統治時代が始まった1895年の時点で、明治28年の時点で、かなり肝心化してたんですよね。で、肝心化で、具体的にどういうところが肝心化するかっていうと、例えばこのサイシャット族に関しては、日本人がその台湾に入ってきたときに、すでにほとんど全員が肝心の名前、いわゆる姓ですよね、肝心の姓を持っていたと言われてるんですよ。で、言語についてもですね、言語は独自のものが守られていたようですけれども、やはり習慣なんかも肝心化してたらしいんですよね。ところが彼ら、今この写真なんでこれをお見せしたかっていうと、これ2年に1回ですね、パスタアイっていうお祭りがあるんですよね。で、このパスタアイって何かというと、小人の精霊を祀るお祭りなんですよ。精霊をこう慰める。かつて悲しいね、その小人たちと一緒に暮らしていた先祖たちが、小人って言われる人たちと、うまくいかなくなってですね、そういうトラブルがあったと。で、それで、その後、非常に人々は苦しめられたと。その悪霊にね、苦しめられたと。で、そのために、その小人たちの精霊を、霊を慰めるお祭りというのをずっとやってきたと。で、このお祭りが逆に言うと、この部族の結束を強めたというふうに言われたりしています。こういうね、独自の文化、これ逆に言うと、他の部族には、こういったお祭りやってるところないんですよね。この小人っていうのは、小人のその霊を祀るお祭りっていうのをやってるところはないと。ところが逆に言うと、小人っていう存在は台湾の原住民族で、いくつかの部族で見られる文化なんですよ。で、こういうのもね、
またちょっと後ほどお話しますけど、非常に興味深いところだと思います。まあ、そしてですね、まあ次に見ていただく写真なんですけども、この、これは今出ましたね。はい。これは サーロア族、まあ、もしくはラールア族っていうんですけども、この人たちはですね、逆に言うと、まあ、人口も非常に少ない、500人前後しかいない民族なんですけども、自分たちの独自の文化、独自性を主張してですね、しっかりとそれを政府に認めさせて、自分たちが一部族であるってことを、まあ、承認を得た人たちなんですよ。で、この人たちは、まあ、人口500人前後って言われるんですけど、厳密に言うと300人ぐらいなんですよね。で、この人たちの言語を常用できる人っていうのはもう本当5人ぐらいしかいないって言われてるんですよね。まあ、13人って言い方もしますけど、まあ、いずれにしてもこう高齢化しててですね、このまま行ってしまうと、まあ、この言語そのものが消滅してしまう。だから今彼らは一生懸命その先輩たち、まあ、おじいさんおばあさんたちね、から話を聞いて、その言語だとか昔話だとか伝承とかですね、こういったものを記録してる。そういうことを熱心にやってるんですよね。まあ、そんな人たちもいたりします。で、まあ、こういうですね、いろいろなこの部族のそのスタイルがあるわけなんですけども、ちょっとこれいきましょうね。まず一番最初にちょっとここをまず見ましょう。はい。今日ちょっといくつかの話題をお話ししたいと思うんですけれども、まあ、原住民族についてのね、お話っていうのは、これ以前、このオンラインサロンの講演でやってますので、そちらをちょっと探していただいて、見ていただければと思います。今日は特に日本語、ね、言葉についてのね、お話をちょっと、多めにしておきたいと思います。まあ、今日ちょっとここに挙げましたけれども、まあ、非常に言語事情が複雑だということは、まあ、これもちょっとしっかりね、押さえておきたい事実だと思います。で、そこにどうやって日本語が入り込んでいったのかっていうこともちょっとお話ししたいと思います。で、その彼らの言語になったその日本語というのは、実はまあ大きく分けて3つあると。この3つって何かっていうと、まず純粋な日本語がそのまま入ってるケース。そして、現地化して本来の日本語の意味ではなくなったもの。ね、あともう一つはですね、現地で独自の発達をして変化していった日本語。これはですね、結構2番目と3番目の微妙な違いっていうのはまた重要なんですけども、例えばですね、純粋な日本語って何かっていうと、例えば、警察官のことを警察っていうふうに言う部族が多いんですよ。で、これは警察という意味も、まあ、発音もそんなに変わってないですよね。で、ところが、この現地化した日本語って何かっていうと、本来のその日本語の意味と微妙に違う。ね。例えば、タオ族っていう、蘭州って島がありますけども、その蘭州に住んでるタオ族、まあ、台湾で唯一の海洋民族と言われてる、まあ、集団がいるんですけどね。彼らの言葉の中に山という言葉があります。ところが山っていう言葉はこれマウンテンって意味じゃないんですよね。これ何かっていうと、この蘭州って島には山があるんですけども、この山のことを山と言ってるんだけど意味が違うんですよ。それどういう意味かっていうと、その彼らはアニトと呼ばれるその悪霊がいるんですけど、そのアニトと自分たちがどうお付き合いするか、それが人生なんですよね、彼らね。で、このアニトという悪魔、悪霊が住んでいるところのことを山って言うんですよね。だから日本語の山っていう言葉が入ってきている。で、実際にその島には山がある。だけど、その山という言葉を使うときには、そのマウンテンの意味じゃないんですよね。で、これも、まあ、これ3番目の独自に進化して、独自に発達して変化した日本語とも言えるんですけど、この2つの部分っていうのは、またちょっと後ほどお話ししたいと思うんですけど、非常にこれ興味深いところです。ね、はい。で、次の話なんですけど、これ市場でね、録音を楽しむ面白さってこう書きましたけど、これ何かっていうと、その複数の言語を持った、ね、人々が、複数の独自の言語を持った人たちがこの集まる場所なんですよね。つまり集落っていうのは基本的には、まあこれ絶対ではないですけど、基本的にはその部族集団が住んでるところですよね。
ところがこれが町に出ると、市場に出ると、これはいろんな部族がいる。当然ながら漢人もいる。ハッカ人もいる。外省人もいる。まあ、我々に旅行できた外国人もいる。そういったところで、じゃあ何語を話すんですかっていう問題なんですよね。で、今、台湾政府が、ね、戦後にやってきた 中華民国政府が公用語としてきた言葉は、いわゆる北京語ですよね。台湾華語って言いますけども、台湾式の北京語ですよね。で、日本統治下の50年っていうのは、日本語だったわけですよ。で、ここで共通言語を、まあ、与えたという見方、切り口もあるんですけれども、じゃあ日本時代に習った言葉っていうのが、ある日突然、1945年、昭和20年の8月15日を境に、まあ、いきなり終了するわけですよね。そして、日本人が台湾を去っていった。そして、後から中国人たちがやってきた。まあ、この人たちのこと外省人って言いますけどね。で、この外省人がやってきた。そして、中華民国という新しい国家体制に台湾は組み込まれてしまった。そして、公用語は、北京語であると、まあ、中国語では語彙って国語って言いますけどね。そこで混乱が起きるわけですよ。もうその時すでに大人だった人たちは日本語を常用してる人も多かった。で、この人たちにもう成人している大人たちにいきなり今日から北京語を使いなさい、中国語を使いなさいって言ってもできないわけですよね。ですから、ここで溶け込むわけですよ。何が溶け込むか。日本語と、いわゆる北京語と、そして部族の言葉と、混じり合っていくわけですよね。そして、物を売る人は、物を買おうとしている人に対して、ね、相手が何人であるかを見極めて話す。相手が同じ阿弥族同士であったら、売り子も阿弥族、買い手も阿弥族だったら阿弥語を話す。ところが相手が原住民族の人たち、だけど自分たちの阿弥族ではないってことが分かれば、日本語を使う。もしくは若い世代だったら北京語を使う。まあ、当然ながらね、戦後も長い時間が経ってますから、もうすでに北京語がね、定着してるというふうに言ってもいいと思うんですけども、まあ、そういう現状の中で、日本語が入り込んでるケースが結構あるんですよね。だから私たちがこう、私もよくこの講演なんかをやるときにですね、地方都市、まあ、ちょっと具体的に言っておきましょうね。地方都市といっても、例えば台南とか嘉義とか、松下とか新竹とかに行って、市場に行っても、まあ、基本的にほとんど 100% に近い確率で、台湾語、もしくは北京語ですよね。ところが、その原住民族の人々が多い土地っていうのもあるわけですよ。例えば台東とかカレンとかね、多いですよね。で、しかもカレンとか台東とか、ああいう大きな都市部だとやはり北京語や台湾語が主流になるわけですよ。じゃあどこに行ったら、この今私がお話しているように、いろんな言語が混じってる、でその状況を見られるかっていうと、例えばですね、台東県、カレン県に、例えば瑞穂っていうところがカレン県にあるんですけど、瑞穂っていう町があるんですけど、そこの市場なんかはそうですし、玉里とかね、こういった町に行くと、それなりの確率でこの日本語がその会話の中に混じっていたり、日本語を話してる人がいたりするわけですよね。まあ時代とともに変化してますし、まあそんなにね、行けば必ずというわけではないので、運次第なんですけども、その、ま、町でこう市場で物を売り買いしている人たちの間に日本語が聞こえてくること、ね、こういうのを目にできれば、まあ、耳にできれば、まあ、運がいいっていうふうに考えた方がいいかもしれませんけれども、まあ、今そのぐらいね、時代変化してますからね、まあ、そういった形での、この、まあ、体験がね、できると思います。そして、まあ、今回このお話をしていく中で非常に重要だったことはですね、日本統治時代、特に昭和時代に入った後ですね、実は日本人は政策的に異部族間結婚を奨励してるんですよ。どうしてか。ね、これは
もともと彼らに一体感がなかった。いわゆるこの原住民族、もしくは高砂族っていう言い方をしますけれども、彼らは一つではなかったんですよ。それぞれの部族がそれぞれの意識を持って暮らしている。だから独自の言語を持ってるわけですよね。そして独自の言語を持っていて、たとえ隣に住んでる、隣の村に住んでる人たちと言葉が通じなかったりするんですよ。部族が違うとね。同じ部族だったらそれは言語は同じですから、コミュニケーションできるわけなんですけど、同じ例えば部族であっても言語が違う集団もいるんですよね。例えばアミ族っていうふうに皆さん言いますけれども、アミ族っていうのは実は5つの集団に分かれていて、大きく分けてカレン方面のアミ族とタイトー方面のアミ族と言います。で、言語については、彼ら自身はアミ族の言葉、アミ語っていうことを言葉で言えば、決してこれを違うとは言いません。ところがカレンに住んでいるアミ族の人と対等に住んでいるアミ族の人ってかなり実は言語違うっていうんですよね。ただ同系統の言葉でコミュニケーションはできると。だからわざわざ違うとは言わないんですよね。ちょっと具体的な話をしましょう。カレンのあたりに住んでるアミ族の人たち、そして対等に住んでるアミ族の人たち、ね、これ対等に住んでるアミ族の人たちは自分たちのことを何というか、これアミスって言うんですよ。で、アミスっていう言葉からアミ族っていう言葉が生まれてるんですよね。ところがカレンに住んでるアミ族の人は自分たちのことなんていうか、これパンツァーって言うんですよね。違うんですよ。対等の人たちはアミ族でも、カレンの人たちはパンツァーという、これだけでも随分違いが感じられますよね。で、ちなみにアミ族のこの対等の人たちがアミスっていうふうに言うって言いましたけど、アミスって意味はあるんですかと聞くと、これアミスって言葉には意味がないんですよ。どうしてか。これはですね、今ちょっとこの地図を見ていただきたいんですけども、この台東のあたりにもともと住んでいた、今の台東という町があるあたり、あのあたりに住んでいたのは何族かっていうと、これプユマ族なんですよね。プユマとかピュマとか言いますけどね。このプユマ族の人たちがこの台東の、今の台東あたりに住んでいた。そして漢人系の移民が、15世紀、16世紀、17世紀、ね、こう中国大陸から渡ってきますよね。で、これが当初は台湾というこの島の西側沿岸に暮らしたわけですよ。ところが時代とともに、これ東側にも進出してくるわけですよね。で、台湾にはご存知のように、当然ながらこの中央に、ね、高い山がありますから、ね、3000メートルを超える山々が連なっていますから、山を越えるってことは結構大変なことなんですね。これ、結構とか、とても大変なことなんですよ。そして、この山に住んでる人たち、山に住んでる原住民族、例えばブヌン族とか、タイヤル族とか、ね、セデック族とか、ツオ族とか、こういう人たちいますけども、この人たちの多くが首狩りの習慣を持ってるんですよ。首狩り、ね、つまり自分たちの縄張りに入ってきたものは敵とみなして、首を取る、敵とみなされる。だから戦争になるわけですよね。で、そこにわざわざ入ってきたがる人なんかいませんから、ね、山に入らずに海を回っていくんですよ。で、海といっても、もともとがその漢人たちはこの台南とか鍵のあたりに多く住んでますから、高尾とかね、北を回るよりは南を回る方が早い。で、南の方を回って台湾最南端を経て、この今の台東のあたりに入ってきたときに、誰と接するか、アミ族ではなくてプユマ族の人たちと接するわけですよ。で、そこで交易をしたり、ね、商売をしたりビジネスをしたりして接点ができてくるんですけども、その時に漢人の人たちは気づくわけですよ。そのこの台東の土地にあなたたちプユマ族以外の人がいるってことはね、
まあ、つまりこれアミ族のことなんですけど、であの人たちのことを何と言うんですかってこう漢人たちが聞いたときに、プユマ族の人たちは彼らが台東市内、台東市のあたりに住んでいて、その北側の方に住んでる人たち、これがアミ族なんですよね。つまり今ここに見えますかね、これね、台東って町がありますけれども、ここにね、台東から見てこの台東にプユマ族が住んでいて、その北側一帯に住んでるのがアミ族なんですよ。でこの北側に住んでる人々という意味で、プユマ族の人たちはこの北の方に住んでる人たちのことをアミスと言ったんですよ。つまりプユマ語で北のことをアミって言うんですよね。だから当然ながらアミ族の人たちは自分たちの言語じゃないですから、これ自分たちのこのアミスって言われて言われるなったとしても、この言葉に意味はないわけですよね。だからプユマ語で北のことをアミと言った。そしてだからこの台東県あたりに住んでるアミ族の人たちは自分たちをアミスというなったということなんですよ。でカレンの人たちっていうのは、このカレンのあたりというのは逆に言うと孤絶されてますよね。上にこれ中央山脈がこうあるんですけど、中央山脈、あと雪山山脈って台湾第二の山がねありますけど、まあ中央山脈で一番高い山が新高山、今玉山って言いますけど、3952メートルの山があります。そして2番目に高い山は雪山、雪の山と書いて日本人は杉高山と言ったんですけども、これが3886メートル。この山脈がこう流れてますからね、北を回ってカレン湖に行くのは非常に難しいんですよ。ここに断崖絶壁がありますよね。だからカレンという町はその漢人たちの接触というのが一番遅れた場所なんですよ。これもちょっと補足しておきますけど、台南のあたりに例えばいた漢人たちが北上していって台北盆地を回って宜蘭に行く。でも宜蘭からカレンまでは断崖絶壁があるんで行けないんですよね。で南を回った人たち、高尾台南のあたりから南を回って台東に入るってことは簡単だったけど、そこでプユマ族の人たちと交易をしたっていう話はしましたけれども、ここから北上していくとまた時間かかりますよね。ここはまあ地理的にはそんなに苦労はしないですけど、だからカレンっていうのはある種その文化の吹き溜まり状態になっていた、ね、だからアミ族の中でもそのパンツァーと言われてる、パンツァーを名乗る人たちっていうのはものすごくプライド高いですよね。自分たちがこの土地の主であると、それを強く意識してますからね、まあ、そんな話もあったりします。ね、で、まあ、こういうふうにですね、あ、ちなみにこの写真、今写ってるこの写真はですね、これ台東の側にいる自分たちのと、自称アミスという人たちです。ね、アミ族の中でもカレンの方ではなく、台東の方にいるアミ族ですね。で台湾の原住民族は現在台湾政府が認定しているのが16部族います、ね、ところがこの16の部族のうちですね、言語がいくつあるのか、これは単純に16ではないんですよね。この部族の中にもいろいろな言語集団が存在しているわけです。例えば今お話した中で言えば、アミ族は5つの集団に分かれているって言いましたけど、それぞれが独自の言葉を持ってるわけですよ。まあ独自の言葉って言っても同じ系統の言葉なんですけどね。タイヤルもまたタイヤル族の中に一つの言語じゃないんですよね。でこれをどうしてそういうことが起こってしまうか、これ実際に今国立政治大学っていうところが一生懸命研究というか調査をしてるんですけども、彼らによると原住民族の言語は約50種類に分類できると言ってるんですよね。50ね。で、まあ、当然ながらね、これ50を16の部族で人口50万ちょっと、この50万を50の言語で割ってね、一つの言語あたりの人口は何人ですかって言ったら、これ皆さん普通に1万人って答えてしまうかもしれませんけど、そうじゃないんですよね。多い部族もいれば少ない部族もいますよね。例えば人口が10万以上いるアミ族とか、ね、当然ながらこれ
使用言語、言語の使用者数多いですよね。ということは、少ない言語っていくつなんだろうっていうことなんですよ。先ほどちょっとね、写真をお見せしましたけど、サーロワ族。このサーロワ族に関して言えばですね、まあ、乗用できる人の数が、まあ、13人、もしくは5人っていう2つの統計が出てるんですけども、5人ですよ、5人。ね。そんなに少ないんですよ。ところが、この言語は非常に重要なんですよね。独自の言語を持っていて、で、しかも、これちょっと言いそびれてしまったんですけども、これ皆さん普通に我々日本人が考えるとですね、言語が独自のものがあるとか、言語が違うとかっていうふうに簡単に言うけれども、それは、例えば大阪と京都ぐらいの違いなのかとか、青森と秋田ぐらいの違いなのかとか、そういうふうに考えると思うんですよね、多くの日本人は。ところが違うんですよね。台湾の原住民族の言語の最大の特色と言ってもいいと思うんですけども、コミュニケーションが取れないぐらい違うんですよ。で、最初ので今日ちょっとお話しましたけど、市場に行ってどうしてコミュニケーション言語は日本語なのか、もしくは北京語なのか、まあ今は北京語が主流になってますけどね、どうして北京語なのか、もしくは日本語なのか、それはお互いの言語が異部族である限り、別個言語である限り通じないからなんですよ。そしてこの言語が自分たちの部族意識を、まあ、守ってきた、支えてきた、保ってきたという切り口、この意味が重要だったりするんですよね。ですから今その原住民族の人々っていうのは、あの熱心にこのね、部族の文化をこう記録したり、復興させようとしたりしていますけども、この言語というのは非常に重要なんですよね。まあ、そういう側面があったりします。で、実際に16の部族、例えばどんなのがいるのかっていう話をちょっとだけしておきたいと思います。これはちょっと詳しくはね、以前やったオンラインサロン講演の方を見ていただきたいんですけども、この現在16の部族ちょっと書き上げてみたんですけれども、例えばですね、これ日本語ではこれタイヤル族っていう言い方をよくしてるんですけど、これ実際タイヤル族の人なんて言ってるかっていうと、タイヤルとは言ってないんですよね。これは何かっていうと、まあちょっとご参考までにね、タイヤルの人々の多くはタイヤルとは言っていなくて、これなんて言うんですかと、こう現地部族の言葉で言ってくださいっていうと、大体タイヤルっていうんですよね。で、タヤルって私今言いましたけど、このタヤルの前に一つ置くんですよね。で、これを日本統治者に、このあって呼ばないんですよ、これ。タヤルなんで、このアタイヤルと、止める音があるので、アタイヤルと日本語で書いていた。もしくはアタイヤルと書いていた。ね。で、アミは、言いましたね、先ほどね、アミスという人たちとパンツァーの人たちがいる。で、ブヌンもまたいくつかの氏族集団に分かれています。で、セデックはかなり複雑で、セデックはこれ大きく分けて3つあるんですけど、セデックというのは人間という意味で、この人間という言葉が自分たちの部族名でもあるんですよね。で、このセデック、このセデック族というふうに一つで言ってますけども、大きく言語集団3つあってね、まあ自分たちのこと、つまり人間のことなんて言いますかとご質問すると、まずセデックという人たちがいる、ね、あとサジェックっていう人がいる、あとセイダッカっていう人がいるんですよね。でもこれ元々はこれ全部人間っていう意味で、自分たちの部族名を示す言葉なので、同じ部族の中に3つの言語集団があると考えてるんですよ。本当はもう一つあるんですけど、非常にこれも複雑だと思います。で、サイシャットは人口は少ないので、まあ、大きく2つの言語に分かれているというふうに言いますけども、まあ、そんなにこう違いはないと言われています。あと、これは私たち日本人はタロコ族っていうふうに言いますけど、タロコ峡谷ってありますよね。あのあたりに、もともとこのタロコ族の人たちっていうのはセデック族の流れを組んでる人たちなんで、もともとは武者事件のあった武者のあたりに住んでいた。で、もともとのその発祥の地のことを、なんというかっていうと、トゥルクトゥルワンっていうんですよね。で、トゥルクトゥルワンっていうところからタロコ峡谷の方面に移住していった人たちなんですよ。だからトゥルクトゥルワンっていうのがこう一つの発祥の地なので、自分たちの自称をトゥルクという、で、これを日本時代にタロコと
まあ、読み直したわけですよね。で、これ、それで今、タロコという言葉が定着している。ね。で、ルカイ族。あと、サオ族。サオ族は、まあ、日月団、実月団っていうところがあるんですけど、その湖の周りに住んでる人たちですよね。この人たちも先ほどお話したように、このサイシャットの人たちと同様に、日本人が入り込む、日本人が台湾にやってきたときには、すでに肝心化の要素をかなり持っていたと言われています。ところが、まあ、彼らもね、あの、籠を祀る習慣があって、その籠に神が精霊が宿るという信仰があって、それを守ることによって自分たちの部族の文化を守ってきたと言われています。そしてパイワン族。パイワン族は東、西、北と分かれます。で、厳密には、これ、あの、3つに分かれていて、意識もかなり違います。ただし、パイワン族は発祥の地は同じなんですよね。だから、その北と、じゃあ、東の人たちで仲が悪いとか、そんなことはないんですね。で、これ、ルカイにも同じことが言えて、ルカイも、台東の方に住んでる人と、平東県に住んでる人たちいますけども、この人たちが同じ集団であることは、自ら認めている。敵対してたりはしない。ね、だけど、文化とか言語とかを考えるときでは、やはり分けた方がいいという考えもあるわけですよね。で、台湾族とルカイ族は、住んでるところが近いんですけど、で言語も大体 30% から 40% ぐらいは、これ彼らに言わせると、彼に聞くとこういうふうに答えてくれるんですけども、大体 30% から 40% ぐらいはルカイ語と台湾語は通じるというふうに言います。ところが、これ文化がやっぱり違うんですよね。例えば、台湾族は習慣としてですね、頭目、いわゆる首長さんですよね。この頭目という地位を誰が継ぐかっていうときに、男女の区別をしないんですよ。頭目の奥さんのお腹から生まれて最初に太陽を見た人間がそれを継ぐと。だから女性頭目の存在がいるわけですよね。ところがルカイは男性が頭目の地位を継ぐという文化を持ってます。だから近いし似ているように見えるんですけど、もう文化も違うし、まあ何よりも大切なことは彼ら自身の意識が違いますよね。そしてツオ族。で、ツオ族に関しては、こうちょっとカナカナプとサーロワ、ね、もしくはラールワっていうんですけど、この三つ、一塊っていうふうに昔は言われてたんですよ。で、このカナカナプとサーロワのことを昔は南部ツオ族、で、ツオ族のことを北部ツオ族と言ったりしてたんですよね。ところが、このカナカナプとサーロワが、まあ、自分たちは、独自の文化を持っていて独自の一部族なんだって主張を始めて、それが政府に認められて今分かれたっていうふうな形になってます、ね、でこのサーロワ族もカナカナプ族もね、人口500人前後ですから、もう本当に少数民族なんですよね。でこのサーロワ族のことをラールワ族とも言うんですけど、これどうしてこんな書き方をしてるかと、これカタカナで書くとですね、サーロワ、ラールワってなんか全然違うものに見えるかもしれませんけど、これ現地のね、長老にお話を聞いたときにですね、どうしてこれサーロワが正しいんですか、ラールワが正しいんですかってこう聞いたときにですね、いや、どっちも正しいって言うんですよね。で、あ、2つ言い方があるのかなと思ったら、そうじゃないと。え、どういうことですかね。これを正式に発音すると、サロワーと言うんですよね。サロワー。で、これがラールワと聞こえるか、サーロワと聞こえるかっていうことらしいです。ね、興味深いですね、これね。私もね、ちゃんと発音ができるわけじゃないので、ちょっと伝わりにくいかもしれませんけれども、非常にこれ、興味深いところだと思います。そして、タオ族。タオ族は先ほど話したように、この蘭諸島って島に住んでる人たちです、ね。で、クバラン族。このクバラン族もまた肝心化の影響をかなり受けてた人たちなんですけども、今、一生懸命、この部族のね、文化をさ、まあ、取り戻そうとしてますね。あと、サキラヤ。これ、サキザヤとも言いますけども、このサキラヤ族に関しても非常に独特な歴史を持っていて、彼らは日本統治時代が始まる前に、新国統治時代の台湾で、新国の官権と大規模な戦争をしてるんですよ。で、まあ、その新国の、その兵隊たちに、まあ、鎮圧されるわけですよね。でその時に彼らはどうしたか、先ほどお話したそのカレン周辺のアミ族っていうのは、まあ、これパンツァーっていう人たちですけど、このパンツァーの人たちっていうのは非常にプライドが高く、実際戦闘能力も高く、文化水準も高い、で土地も豊かなので裕福だったと言われてるんですよね。でこのパンツァーの人たちのもとに身を寄せたんですよ。
ね、この秦国と戦って負けて、で秦国の人間がやってくるかもしれない。だからそのパンツァーの人たちにかくまってもらう。そして彼らの集落の中に入り込んだんですよね。で、今どうなってるかっていうと、このサキライの人たちの多くはアミゴができる。まあ、アミゴとかパンツァーの言葉ができる。だからパンツァーの言葉、パンツァーの人たちと会話するときはパンツァー語を話すんですよね。だから外から研究者たちが来てみたり、まあ我々のように旅行者がね、行ってみたりしたときにも、これサキライの人たちって分かんないんですよね。話してる言葉も、まあ、アミゴ、パンツァー語を話してますしね。で、自分たちからサキライ族ですとは言わなかったから、分からなかった。まあ、そういう独特なね、歴史を持ってる人たちです。で、プユマ族。このプユマ族は、これまた難しいんですよね。プユマ族っていうのはですね、実はこれ、日本時代に八社族って言われたんですね。八社。八つの番社。番社っていうのは、これ、番っていう字は、この草冠に番号の番と書いて、これ、本来、これ、野蛮人っていう意味ではなくてですね、これ、大きく勘違いされてしまってるんですけど、この、万人という言葉を、まあ、実際に日本時代、もしくは新国統時代に使っていて、これが差別語だった。そういう扱いを受けてたんですね。まあ、扱いを受けてたというか、むしろ、この日本人や新国の人間たちは、原住民族の人々のことを、まあ、ある種、蔑む意味において、万人と呼んでたんです。草冠に番号の番。ところが、この言葉を本来、草むらって意味なんですよね。草むらの中で、つまり自然と共に暮らす人って意味なんですよ。だから本来は差別語じゃなかった。だけど、イスラムがそういう文化が定着してしまった。そしてこの万人、もしくは聖万、生きるにこの万人の万と書いてね、この万人とかで聖万とか万人って言い方を、まあ、宣伝はしていたわけなんですけども、まあ、これはね、やっぱ今でもこの原住民族の人たちはこの言い方をされるのを嫌がる人いますから、まあ、それをしないようにね、気をつけなくちゃいけないんですけども、この、原住民族の集落のことをこれ、万社と言ったんですね。社は社会の社、ね。で、このプユマ族の人々っていうのは、大きく8つの集落に分かれていた。つまり、8つの万社に分かれて住んでいたので、八社族と言ったんですね。で、八社族というのも、これ、まあ、それぞれのこう、まあ、村があるわけですよね。で、これが大きく2つに分かれる。で、一つが、今、台東市の、ね、中にある、台東の市の北側にある南大村っていう村が、南の王様っていうのがあるんですけど、そういう村の名前があるんですけど、これ、プユマという集団。あともう一つは、皆さん、温泉で、チッポン温泉、地元温泉ってのありますよね。あそこは、このプユマ族の、その領土だったというか、その生活地域だった。で、ここにいる人たちのことを、ティプンと言ったんですよね。で、このプユマ勢力とティプン勢力。で、このティプンっていう言葉を、漢字で、台湾語の発音に合わせて漢字で表現すると、知るという字に日本の本なんですよ。だから、このティプンっていうのが、台湾語で漢字を当てて、知るに日本の本。これでティプンっていうふうに、まあ、台湾語で言うんですけどね。で、このティプン勢力と、この、プユマ勢力。の2つに大きく分かれている。で、今私、ティプンって言いましたけど、ティプンは本来ですね、プユマの発音なんですよね。で、じゃあ現地のそのティプンの人なんて言ってるか、これティプルって言うんですよね。だから微妙に違う。ただ勢力はプユマ勢力の方が強かったので、このプユマの人たちと漢人たちが交流をしてますから。台東の町に住んでいたのは、あの町のあたりに住んでいたのは、プユマの人たちなので、それで、この、カティプルというふうに、ね、人々は呼んでいるにもかかわらず、南欧村の発音でティプンと呼んでいた。それに漢人たちが漢字を当てたから、地元と書いてティプンなんですよね。じゃあ、これ、まあ、皆さんね、これ今の私のお話聞いてて、いや、じゃあなんでこれ一つになってるんですかって思いますよね。これはですね、また複雑なんですよね。このプユマ勢力、プユマ集団とカティプル、ね、その今、地元と言われている、カティプル集団とこのプユマ集団というのが、2つ勢力を持っていて、どうしてこれが言葉も違う、
ね、あの文化も違う、むしろこの人たちは戦争はしないけど結構対立関係にあったんですよね。勢力争いをしてたわけですよ。なのにどうして一つなんですかっていうところ、これなぜかっていうと発祥の地が同じなんですよ。で、発祥の地のことを何ていうか、発祥の地が同じだから当然これ一つだっていうふうに言うわけですよ。両者そこは別に否定しないわけですよね。ところがその発祥の地のこと何て言うんですかっていうと、これ実はあのプユマの言葉ではパナパナヤンって言うんですよね。ところがこれあのティプルの人たちの言葉で言うとルボアアンって言うんですね。違いますよね、発音が。で、いかに言語が違うか分かると思うんですけどね。まあ、そういう、まあ、ちょっと今長くなってしまいましたけど、この16の部族がいて、それぞれに言語がある、それぞれに、まあ、この文化がある。しかも、ね、しかもこの16の部族で16個の言葉なのかってそうではない。例えば先ほどお話したようにセデックには大きく分けて3つ、具体的には4つの言語集団が中にありますし、サイシャット族も2つに分かれますし、ね、パイワン族も厳密に分ければ3つに分かれますし、まあ、そういうふうにどんどんこの細かくなっていく。で、この言語が少数の人であればあるほど言語というものが重要だったりするわけですよ。で、意識を高める、部族の意識結束を高めるという意味においてね、これは非常に面白いところですよね。いかがでしょう。で、まあ、次なんですけど、これね、日本語を使用する人いるのなんですか。先ほど市場で録音する話をしましたけれども、ね、これもともとこの島にはもともと共通言語はなかった。この台湾っていう島には共通言語はなかった、ね、そしてそれぞれがバラバラに暮らしてたわけですよ。そこに日本人がやってきたわけですよね。で、日本人がこの島の統治を始めたときに日本語を教え始めるわけですよ。当然ながら日本人は台湾という新領土を統治するために、この統治をスムーズに行うために日本語を教え込んだわけですよ。そうですよね。つまり彼らに共通言語を与えてあげようとか、そういうそのサービスでやってたわけじゃない。もちろんね、自分たちの統治がしやすいように日本語を教え込んだわけですよ。そしてこの、そしてこの言語を、日本語を教え込むことによって、彼らに共通言語、いわゆるコミュニケーション言語ができたわけですよね。で、これを使うことによって、今まで言葉が通じなかった原住民族同士がコミュニケーション可能になったんですよ。そこに利便性を見出したわけですよね。で、これが便利だからという理由で、もしくは必要不可欠な言語ということで日本語が生き続けてきたんですよ。繰り返しになりますけど、戦後もうね、この長い時間が過ぎてますから、この日本語の使用人数はどんどん減ってますしね、どんどん社会変わってますけれども、このコミュニケーション言語として機能していた。言い換えるなら、初めてのコミュニケーション言語を日本が与えたという言い方をしたら、より分かりやすいかもしれませんよね。当然ながら日本人は彼らを喜ばせるためにやったんではない。自分たちが台湾を統治するために、スムーズに統治を行うために日本語を教え込む必要があったわけですよ。ところがその副産物として、これまで通じなかった異部族間のコミュニケーションができるようになった。その名残が現在、この21世紀にも、わずかながら残っているということなんですよね。
そしてまあこれも少し先ほどお話ししましたけれども日本刀時代、特にこの武者事件ですよね。あの武者事件が起きた後に増えてるんですけども、まあ武者事件という大規模な抵抗事件を経験した日本人は何を考えたかね、より日本語を徹底させる、日本語を普及させることを考え、かつ山の中で不穏な動きが出ないように何をしたか、異部族間の結婚を奨励したんですよね。これまでは例えばルカイ族とパイワン族は言葉が 30% から 40% ぐらいは通じるって言いましたけど、異部族間で結婚するっていう習慣は全くなかったんですよ。ところがここを山に住んでる人たちに一体感を促すことによって、まあそれを奨励したわけですね、日本人はね。じゃあどんな人たちが結婚したか、これを普通の人に奨励したんじゃないんですよ。その集落のトップ、まあ先ほど私頭目って言いましたけど、まあ、いわゆる酋長さんですよね。その村の集落の責任者リーダーと、リーダーの、まあ、例えば娘とか、そういう形でこの有力者同士の異部族間結婚を日本人が奨励したんですよね。当然ながらこの二人は日本語を使わないと会話ができないわけですよ。そして村のリーダー、集落のリーダーと、ね、部族のリーダーだから当然ながら、まあ、ある程度の教育も与える、ね、そして日本人の、その、まあ、生活を教え込む、そういうことをしていたんですよね。でこの人たちが今戦後どう生きてきたか、片方が片方の部族の言葉をマスターしてればそれはいいかもしれません。ところがそれはなかなか難しい、そのぐらい違いますからね。で日本語を使わないと夫婦のコミュニケーションができなければ、それを聞いている子どもたちもできるわけですよね。ところが日本語は戦後教えられていませんから、どういうことが起こるかね。日本語を聞いてわかるけれども話せないっていう人が出てくるわけですよ。私もこれまでね、こういろんなとこ取材に行ってきましたけど、そういう人に結構会ったことがありますね。日本語を話しかけてももちろんできない。ところが私と、じゃあ例えば日本の友人が話している言葉を聞いてわかってる、そういう人たち結構いるんですよ。これが今60歳70歳ぐらいの人たち、つまりその自分は日本語という言語を話すことはできないけども聞いてわかるってことですよね。で両親は完全に日本語を普通に使っている、今も使っていたりするんですよ。まあ、そういう人たちはもうね、年齢的に数が少なくなってきていますけれども、こういったその文化っていうのも非常に今この現在っていうね、こう2022年っていう時代を生きる我々としては非常に興味深い一シーンだと思いますよね。そしてこのじゃあ原住民族の言語っていう話なんですけども、この高作族とね、人々の言語、あ、それとですね、ごめんなさい、ちょっとこれ言い忘れてしまって、すみません、申し訳ありませんけど、すみません、ごめんなさい、すみませんでした。これもともと西蛮とか蛮人という言い方を、そのまあ新国時代、日本刀時代とねしていたという話をしましたけれども、これまあやはりその日本人の中でもこの差別語である、まあ下げすんでいるというニュアンスは持っていたわけですよ。でこれは都合が悪いっていうふうに考えるようになってくるんですね、日本人が。どういうことかっていうと、この蛮人とか西蛮っていう、まあ彼らを蔑むような言い方はよろしくないと考える人たちはどうしたか、彼らに総称を与えようとしたんですよね。総称、いわゆる台湾の原住民族の人々に対して一つの表現を与えようとした。なぜならば彼ら自身が、原住民族の人々自身が自分たちという総称を持っていなかったんですよ。
つまりこのタイヤル族とかアミ族だとかパイワン族とかルカイ族とかって人たちが自分たちに仲間意識がないですから、自分たちの名前というのがないんですね。まあ、一つだけ、まあ、ルカイ族だけチャリシアンって言葉があったんですけど、チャリシアンっていうのは山に住んでる人っていう意味ですから、これ別に原住民族とは限らない。でそこでまあ秦国やその日本人は当初ね、西蛮もしくは蛮人という言い方をしていたんですけども、これはよろしくないということで高砂族っていう言い方を与えたんですよね。もともとね、豊臣秀吉の時代にこの島を高砂鉱山国、ね、高砂郡国というふうに言いましたけど、高砂っていう言葉をつけていましたから、この高砂っていう鉱山族っていう言葉に鉱山国っていうね、島の名前の由来を持っているので高砂族というふうに呼んだんですよね。だから今でもですね、このお年寄りと日本語で話をしたりするときに、まあ話を伺ったりするときに、原住民族で、北京語でこれ原住民って言いますよね。原住民って言いますよね。で、私たちね、物書きの世界でこれ非常に困るんですよ。これ原住民って言い方は、やや差別的な未開の人たちっていうニュアンスを日本語は持ってますよね。だから日本人の書き手でよく見かけるのは、これ先住民って言い方をしますよね。台湾の先住民。ところが先住民っていうのはこれはね、また日本語では問題ないんですけど、台湾の人たち漢字わかりますから、当然ね。当然漢字わかりますから。先住民という言葉を使うと、これはすでに消滅した人たちっていうになっちゃうんですよ。前に住んでいた人だけど現在消滅してしまった人たちっていうニュアンスになっちゃうんですよね。だからこれ逆に言うと失礼なんですよ。で、特に私たちがね、例えば日本人が原稿に先住民と書くと、これは台湾の人たち、まあこれ漢人の人たちも原住民族の人たちも嫌がりますから、私は書かないですね。かといって、じゃあ北京語で原住民ね、日本語で原住民っていう漢字、これを逆に言うと日本の出版社嫌がりますから。ね。じゃあどうしたらいいのか。高砂族、これが一番いいっていう人結構いるんですよ。その原住民族のこの老人たちですよ。だって、ね、日本人が与えてくれた言葉で、かつ日本人が原稿を書くわけで、私がね。だったら高砂族でいいじゃないか。っていう。主張する人いるんですよ。意見を言う人いるんですよ。ところがこれはやはり今の日本の出版業界や日本の社会事情を考えるとですね、戦前の日本人が無理やり押し付けた名称だっていうふうに捉える人少なくないんですよ。だからこれもよろしくない。じゃあどうしたらいいのか。私は先ほどからこうちょっとお話した時に何度も出てますけどね、原住民族っていうふうな言い方をします。でこれ本来原住民族という言葉は日本語にはないじゃないかっていう人もいるんですよ。ところがこの原住民族どうして私が使おうとするかっていうと、台湾のその原住民族と呼ばれているこの16の部族の人たち、この人たちが原住民族と言ってるんですよ。ですから北京語で漢人の人たちは彼らのことを原住民、原住民って言いますけども、漢字でね、原住民って書いて原住民って発音しますけども、実際に彼らは何て言ってるか、原住民族なんですよ。で、原住民通なんですよね。で、この原住民通、原住民族って言葉を北京語では原住民通、日本語では原住民族。だから、この言葉が一番、まあ、彼らの意見や彼らのそのプライドをね、尊重できる言い方じゃないかなと私は思っていて、原住民族で括弧書きして、まあ、先住民とか原住民と書くこともありますけどね、高砂族と書くこともありますけど、基本的には私は原住民族と書いてます、ね。まあ、ちょっとこの辺もね、なかなか裏事情が見えない、皆さん逆にこう台湾に関する本を読んでいてもいろんな表現出てくると思うんですけど、そういうことなんですよ。ちょっともう一回だけ簡単に言いますと、日本語で言う原住民という言葉は日本語において差別的な要素がある未開の人々という意味になってしまう。じゃあ先住民はどうか。日本語ではこの表現は問題ないけれども、中国語でこの字を読んだときにすでに消滅した昔いた人々っていう意味になってしまう。そしたらこれは逆に言うと、今この原住民族の人々をすごく、まあ、傷つけますよね。だから
まあ、あともう一つ、高作族という言葉は過去の表現だということ。で、正番、蛮人、これはもちろん差別語だからダメ。で、私は特にこの原稿を書くときには、原住民族っていう言葉を書くようにしてます。ね。で、実際ね、実際にこの彼らの村に入ったときに、老人たちの話をしてるときに、やっぱり高砂族と原住民族っていう人多いんですよね。で、あともう一つは、中には日本語で会話をしているんだけども、そこの部分は、ユエンズーミンと北京語で言う人もいます。ですからもう一つの言い方としてはね、原住民という漢字を書いて確実に必ずそのユエンズーミンというルビを振る、つまりこれは日本語ではないっていうのを意思表示すればまあいいのかもしれませんけどね、まあ、私もそういうことすることありますけど、出版社によってはね、原住民族って日本語はないですよみたいなこと言ってくれる編集者も時々いますから、そういうことを言われた時にはそういう対応することもあるんですけども、まあ、これなかなかね、説明しないと分かりにくいですよね。はい。で、ちょっと、よく見つれましたけれども、今ここに書いてある、このね、タオ族の子供、これなんていうか、これアナックっていうんですよね。で、このアナックって、これは皆さんの中にもしかしたらインドネシア語とか分かる方もいるかもしれませんけれども、これ、アナックって、これ、インドネシア語でも子供のことはアナックなんですよ。で、どういうことかっていうと、台湾の原住民族の言語っていうのは、その台湾内におけるその50あると言われている言語の中で、その50に分類されるこの言語の中で、それぞれは通じないにもかかわらず根っこは一緒だって言われてるんですよね。で、根っこは同じってどこなのか、これがオーストロネシア語系語族っていう言葉を使うんですけども、そのまあ、オーストロネシアですよね。いわゆるマレーシアだとかフィリピンだとかサモアだとか、あっちの言葉なんですよね。だから台湾内にある言葉はバラバラだけども、根っこの部分は一緒だと。まあ、ただこれも断言はできないですよね。非常にこれ、今この語の話をしますけど、これ非常に複雑なんですよ。例えば数字の語のことをどういうわけか、これほとんどの部族がリマっていうんですよね。数字の5のことをリマって言うんですよ。ところが2とか6とか8とかこういった数字はみんなバラバラだったりするんですよね。言ってる意味わかります？例えばタイヤル語でもタオ族の言葉でもプユマの言葉でもブヌの言葉でもなぜか5というのはみんなリマなんですよ。ところが2とか4とか8とか違うんですよね。で、5の他にもう一つだけ共通していることが多いケースがあるんですよ。それは何か1なんですよね。1は、まあ、例えばサトゥっていうふうに言うところが多いです。サトゥ。ね。で、これインドネシア語もそうですし、でインドネシア語も5割今ですし、ね。これ何が共通しているか。多分1は最初ってことでしょうね。だから共通してるのかもしれない。で、5は何か手のひらですよね、これ多分ね。手のひらのことをリマって言ってたんじゃないか。まあそんな推測もあったりするわけです。だから、このオーストロネシア語系語族の、まあ、一員であることは間違いないんですよ。ところが、これ台湾のこの九州よりも一回り小さい北海道の半分にも満たない大きさのこの島に住んでいて、かつ平地にもほとんど住んでない山の中に住んでるこの台湾の原住民族の人々がどういうわけか同じ根っこを持ちながらお互いに言葉が通じないのはなぜでしょう。5キロしか離れてなくても部族が違っていたら言葉が通じない、それなぜでしょう。わからないんですよね。謎なんですよ。一つの仮説として、あくまでも仮説として、まあ、これ今オーストラリアの学者がいろいろね研究されてますけど、このオーストラネシア語系語族の人間が台湾が発祥の地だったらどうなんだろうかと、そして台湾を発信地として広がっていったという仮説を立ててみたらどうだろうかという考え方とかね。でもこれもいくつか矛盾してるんですよ。そのオーストラリア語族が仮に台湾で生まれて台湾から分散したという仮説を立てたとしたら、その頃はきっとまだ台湾は中国大陸とつながってるはずなんですよ。
また先ほどお話したカレンのあたりに住んでるアミ族の人たちのことをパンツァーって言いましたけど、このパンツァーの人たちとか、あとあのクバラン族とかね、プヒュマ族もそうだしね、こういった人たちは多くは南方から自分の先祖たちはやってきたと言ってるんですよ。この発祥の伝説が一つだったらわからないけど、複数の部族の発祥伝説が共通しているのはなぜかっていうところも不思議ですよね。だからこの台湾からその点在していったんじゃないかっていう、分散していったんじゃないかというこの仮説は、そういう意味でも成り立ちにくい。だから考古学的な側面と言語学の側面と人類学の側面と歴史学の側面と、みんな4つ表、あの考えとかバラバラなんですよね、これね。だから謎なんですよ。非常に興味深いかと思います。ね。まあ、ちょっとこのね、あの、タオ族の言葉、アナック、ね、あと、子供のことはアナックという、これインドネシア語と同じだとか、語のことはオーストラリア諸外国族の多くがリマと言ってる。あとはですね、もう一つ、豚のことをバブイって言うんですよね。で、バブイっていうのもなぜか共通してるんですよね、多くのところで。例えばフィリピンのタガログ語だとか。あと猿のことをロトンっていう言い方もいくつかの部族で共通しています。ところがじゃあ例えばキョンとかシカとかクマとかはどうなのか、みんなバラバラだったりするんですよね。だから本当に謎めいてるんですこれね、言葉がね、興味深いですよね。はい。そして次なんですけれども、今ここにですね、いくつかの言葉を挙げてみました。警察、先生、記者、切符、時計、写真。これ共通点何でしょうね。今ここに挙げたこの警察、先生、記者、切符、時計、写真、これまあ本当いっぱいあるんですけど、トラックとかね、トラックでもそうだし、道路は違うかな、まあ、こういうそのいくつか共通しているその原住民族、多くの部族で使っている言葉なんですよ、これ。で、この共通点何かっていうと、日本人が持ち込んだものですよね。警察というシステムも、先生、学校という教育、制度も、記者という乗り物も、切符という存在も、時計という文明の利器も、写真というものも全て日本人が持ち込んだ。この持ち込んだものを何と表現するか。日本語がそのまま彼らの文化に入り込んでるんですよね。もちろん中にはね、部族によっては自分たちの言葉でそれを表現しようとして違うものになった、違う発音、違う表現になったものはもちろんあります。特にその傾向が強いのはアミ族ですよね。アミ族の中にはアミ族は農耕民族で富の蓄積なんかもあったりして、ね、あの共同生活とかってこともすごい長けた人たちだったので、このアミ族に関しては日本人が持ち込んだものもそのままアミ語になったケースってのは実は少なくて、アミ族の表現でその日本が持ち込んだものを表現していることが多いんですよ。特に農業関係の言葉、やっぱアミ族の人たちはこの際立って農業が盛んでしたから、他の部族に比べてね。だからその日本が持ち込んだ例えばスキとかクワとかそういったもの、こういったものも自分たちの表現でそれを整えていった。ところがそういうものがもともとなかった部族だとか、あとはアミ族においてもこういった警察とか先生とか記者みたいなものはもともと全然概念的になかったものだから、これはダイレクトに日本語が入り込んでいったわけですよね。まあ、こういう言葉もまた面白いと思います。あともう一つ、部族によっての発音の癖っていうのがあるんですよね。でちょっと微妙に変わっていくことがある。例えば警察の津が落ちるパイワン族、警察っていう津がはっきり発音しないとか、あとパイワン族は絵の発音、母音の絵というのと意の発音の区別が曖昧になるので、この先生がシンシーになるとか、あと、切符の小さい図が、あんまり顕著に出てないタイヤル族とかの発音で切符と一体言ってみたり。ね。これで、今、部族によっていろんな発音のこのね、鉛っていうのはもう存在してるんですけども、やっぱりこう共通したもの、日本語っていうのは今日、また面白いですよね。
で次にですね、このまあこれも皆さん興味深いと思うんですけども、その山に住んでる、もしくはまあアミ族は平地に住んでますけども、あとタオ族はね島に住んでますけれども、この人たちと肝心はどういう関係だったのかっていうことなんですよ。で例えば今この下の方にですね、パイラン、ガイガイ、中国人って書きましたけど、これ何かっていうと、なぜかじゃないんですよ、これこちゃんと説明できるんですけども、肝心のこと平地人って言うんですよね。で平地人っていう日本語で言うんですよ、この平地人っていう言葉でね、この今の発音で平地人って言うんですよ。で平地人の肝心のこと平地人って言うんですけど、この言葉っていうのはやっぱり日本語なんですよね。で彼らが肝心住民って言い方をするときに、まあ、ハンレンっていう、ね、北京語で言うとハンレンっていう表現するときに平地人っていうのは、まあ、そういう表現があるんですけども、現実はこれ放浪人って言われてる福建系のね、福建省から主にやってきて、で台湾で土着化して台湾の人と混血していった人の子孫のことを、まあ、放浪人って言いますけど、この放浪人のことを多くの部族の人たちがパイランって言うんですよね。でパイランってこれどういう意味かっていうと、これ悪い人っていう意味なんですよ。でどうして悪い人っていうのかっていうと、これはまあいろんな説があるんですけど、肝心の側がその原住民族の人のことをバカにしてパイランと呼んだので、原住民族の人たちがパイランと呼び始めたとかね、まあいろんな説があるんですけど、もともとこれ台湾語なんですよね。でじゃ次のガイガイは何か。ガイガイっていうのも、これは多くのアミ族もピューマ族もこれブヌン族も使いますけど、ガイガイって何かって、これハッカ人のことなんですよ。でどうしてかっていうと、ハッカ語ね、ハッカ語を勉強されている方もいるかもしれませんけれども、ハッカ語って鼻に抜けるビヨンっていうのが多いんですね。がとかのとかね、この言葉が耳に印象的というか耳障りなのか分かりませんけど、これがガイガイって聞こえるんですよね。じゃあ聞こえて印象的だったっていうことで、ハッカ人のことをガイガイって言うんですよね。だから我々が日本語でガイガイと言って、ちょっと発音違うんですね。もっと鼻に抜けることでガイガイっていう言い方をするんですけど、これは多くの部族で共通しているハッカ人という表現です。ただし部族の中にはハッカ人そのものと全く接点のない部族もいるんですよ。例えば、ルカイ族なんか逆に住んでるところを考えると、ハッカ人と接点がないのでガイガイって言わないですよね。セデックの人も言わないですよね。ところが比較的接点の多いそのサイシャット族とかね、ハッカ人が住んでるところに近い時にはやっぱりこうガイガイっていうふうに言いますよね、ハッカ人のことね。そして中国人、これ何かっていう、これ外省人のことですよ。外省人っていう表現を、まあ、彼らを使うことはあまりなくて、ね、これでしかもこれ中国人っていうふうに日本語で発音してること結構あるんですね。これはまあ若い人を使わないですけど、若い人を逆に言うと外省人っていうね、外省人っていう表現を知っていればそれを使うんですよ。ところが老年世代、ね、お年寄りなんかを中心にやっぱりこれ日本語で中国人って言ってるケース結構ありますよね。だからまあこの、あと日本人のことなんていうかって、これもまた興味深いんですよね。日本人のこと皆さん、原住民族の人たちなんて呼んでるか。これもちろん言葉がね、いろいろあるので、一つでは言えないんですけど、多くの場合ですね。多くの場合、リープンとかリップンって言います。これどうしてか。日本人が来る前から、原住民族の人たちは、肝心と接触してましたよね。放浪人やハッカ人と。で、日本人の存在をある日突然知ったんじゃないんですよ。日本人の存在を放浪人やハッカ人から聞いたんですよね。だから台湾語のリップンとかジップンっていう言葉が彼らの言語の中に入り込んで、リープンとかリップンとかジップンとかっていう発音になっていった。まあ、もちろん例外があってね、これ例えば藻族の人たちは、日本人のことをマーヤって言いますし、
で、タロコ族の一部の人たちは日本人のことを日本の人間って言いますよね。これ日本の人間って何か、日本の人間って意味でしょ。まあ、これはまあ全体ではないですけど、一つの集落の一部の人たちの言い方ですけど、そういう日本の人間とかね、あとマーヤっていうの、マーヤについてはごめんなさい、このオンラインサロンの過去の講演ちょっと遡って聞いていただきたいと思います。まあ兄弟伝説っていうのがあったんですけどね、まあ、そういう話があったりします。で、あとですね、まあ私が取材をしている中でちょっと一つ興味深いなっていつもながら思うのはですね、これなんですよね。集落の名前をですね、私は彼らの文化をできる限り尊重したいと思っているのと、まあ、できるだけ彼らの言語で発音するようにしてるんですよ。で、まあ、もちろんね、その発音が非常に複雑だったり難しかったりもするので、特にツオ族の言葉とパイワン族の言葉は難しいのでね、その真似をするというレベルにおいてもすごく難しかったりするんですけど、まあ、できる限りね、その原住民族のそれぞれの土地の文化、ね、土地の人々の文化を尊重したいということで、漢字の名前とか使わないで、ね、今の中国語になった地名とかを使わないで、彼らと話すときには彼らの言語で調べたり、ね、聞いたりして、その集落の名前を呼ぶようにするんですけど、ね、ところがそれもやっぱね限界があるんですね。どういうことかっていうと、例えばこれパイワン族の村の名前でこのビララウシャっていうのがあるんですよ。で、このビララウシャっていうのは、私がこう過去の日本時代の文献を見たときにビララウと書いてあった。で、ビララウとカタカナで書いてあるから、当然これビララウと現地の人が呼んでるんだろうと思っていたんですよね。で、その事前に調べて、そこの村に行ってビララウって発音をすると、まあ当然通じるわけですよ。でね、話をしている中で、その老人たちと話をしている中で、ところでこのビララウシャって私こうやって言ってますけど、この発音って本当はどういう発音なんですかってこうちょっと聞いてみたんですね。そしたら、私が言ってるこのビララウシャ正しいですよねってこう聞いたら、いや正しくないって言うんですよね。ビララウじゃないんですかって聞いたらですね、彼らは、うん、まあ近いといえば近いんだけどちょっと違うねって言うんですよ。でどういうことですかってこう聞いたらですね、本当はビジャジャウっていうと、でちょっともう一回言ってください、ビジャジャウ、どう書いたらいいのかなって思ったらですね、これまあその老人の表現をね借りて言うならば、そのビはまあいいだろうと、次のニャなんだけど、これはリにチしたヤを書いて、その上に点々を打った発音だって言うんですよね。わかります？リに小さな矢を書いて、その上に点々をつけると。つまり彼らは日本の50しかないカタカナを自分たちなりに改良して使ってたんですよ、これね。で、彼らは逆に自分たちの言語だからそんな必要ないんですけど、時々こういう質問してくる人間がいたりしたんでしょうね、昔から。だから、じゃ、じゃって発音をリに小さい矢に、それに点々打て、とかね。あとはパイワン族の人たちに聞いた話では、パイワン族の言葉には息を多く出して言う発音がある。カとカ、まあ、韓国にこれ近いのありますけど、韓国のノーンっていうのに似てますけど、カっていうのがありますけど、このこれにはカの上に丸をつけるとかね、まあ、これはもちろん一般的な話でなくて、そのまあ便宜的につけたものなんですけども、すごく複雑な言語なので、その日本語の50の発音では書ききれなかった。ね。で、まあ、そこから日本人が私たちのようにやってきたときに、ビララウと聞いたときには、あ、ビララウですよって優しく言ってくれる。でも自分たちで使ってるのは使い分けてるわけですよね。まあ、非常にこれもね、興味深いところですよね。そして、もう一ついきましょうね。これこれまたね、非常に面白い言葉なんですけども、南部パイワン族、これ私も台湾に来てる日本っていう昇殿社っていうところが出した本に、まあ、結構詳しく書いたんですけど、このサイグーって言葉が南部パイワン族にあるんです。で、これは台東とか平東に住んでる東パイワン族、もしくは北パイワン族の人たちはこの言葉を聞いたことは多分ないと思います。ほとんどの人は聞いたことがないと答えると思います。これは、ボタン社事件、台湾最南端の地
ね、香春ってところありますけど、香春のその奥にボタン社っていう、ボタンっていうね、その集落あったんですけども、ここに行った時にこのクスクスという村があったんですけど、このクスクス村の人たちと話した時に聞いた言葉です。で、ここはそのボタン社事件の時にですね、台湾出兵っていうのを日本がしていて、那覇からあの出た船が暴風に流されて台湾最南端の地に漂着してしまう。そしてそこでまあいろんな現地の人たちとトラブルが起こって、まあ、惨殺されるという事件が起こって、でその責任を取れということで日本政府が清国に文句を言ったところ、清国は台湾は文化の及ばない汚いの地であると、ね、だから私たちはその責任を取るつもりはないという答えを出してきたんですよ。そして日本人はその、まあ、出兵してですね、まあこの、まあ、その集落を、まあ、焼き打ちにしたんですね。でそしてこの、まあ、この事件があったんですけど、まあ、そしてね、まあ、日本の正規軍対正規軍対これ、一集落ですから当然ながらね、これ、全く相手にならなくて、まあ、すぐにその日本が勝つわけなんですけども、でもそういう状態でこの戦争は終わるんですけど、その時にこの日本人の、まあこれ彼らのね、そのパイワン族の人たちの長老の言葉を借りて言うならば、勇ましく勇猛だったって言うんですよ。そのことについてこの西郷嗣道、まあ、西郷柔道とも言いますけどね、西郷嗣道というその帝徳、まあ、まあ、当時は帝徳じゃないですけど、西郷嗣道にちなんで勇ましいとか統率力があるということを西郷、まあ、西郷ですよね、西郷っていうふうに言ってたんです、言ってたそうです、ね、だからこれいい意味で使ってるんですよね。でこれもね、この西郷って言葉、西郷って発音するんですけど、この言葉についてはまあ、オンラインサロンの方の、Facebook のコミュニティの方に、取材音源をアップしましたけれども、まあ、そこでね、パイワン族の老人がお話している声を入れましたけども、これね、日本のこうちょっと左系の人たち、左系の人たちとか研究者はですね、これは日本人が自分のご都合主義でつけた言葉、でっち上げた言葉なんじゃないかっていうふうなことを言う人いるんですよね。まあ、そうかもしれません。ね。だけど、実際に現地でこの言葉を使ってる人たちがいるわけですよ。この西郷って言葉を、西宮って発音の言葉を、統率力があるとか勇ましいとか勇猛なという意味において使っている人たちがいるわけですよね。この事実をどう考えるかですよ。いかがでしょうね。そして、まあ、これもちょっとまた面白いんですけど、また蘭州の話なんですよ。蘭州ってね、台湾東南部にこう浮かんだ島ですけども、この蘭州、まあ、日本時代はこれ高等書ってこう呼んだんですけど、この高等書のタオ族の言葉にですね、タバコ、酒、まあ、あとこれ先ほどお話ししましたけど、山って言葉があるんですよ。どれも日本語ですよね。で、これね、非常に興味深いんですよ。この蘭州という島は、日本人がやってくる前、この島はほとんど清国とも接点がないので、清国が台湾を統治した時代も、蘭州はほとんどノータッチだったんですよね。ところが、この辺り、この蘭州って、この場所を考えてみたら分かるんですけど、フィリピンに近いですよね。で、フィリピンがスペイン領になってますから、このスペイン人たちはこの島の存在知ってるんですよ。で、いくつかの記録が残ってる。で、例えばこの蘭州って島の名前をスペイン人はボテルトバコって言ったんですよね。トバコ、タバコですよね。そして、この島にはタバコが自生してたんですよ。ところが、タバコは自生していたけれども、タオ族の人たちはタバコを吸う習慣はなかったんですよね。じゃあこのタバコって言葉は何か。これは日本時代に日本人がこの島に喫煙という習慣を持ち込んだんですよ。だから日本語のタバコって言葉が入ってきた。スペインの影響じゃないんですよ。
で今ではねこのタオ族の人たちでもタバコ吸う人いますけど、その人たちもタバコと言ってます。タオ族の言葉でね。で次の酒は何か。酒っていう言葉はこれ実は日本語じゃないって言われてるんですよね。もうこれもねちょっと断言はできないんで、こうちょっと交渉が必要なんですけども、酒は日本時代に日本人が酒を持ち込んで人々に振る舞ったとか人々に教えたっていう記録は見当たらないんですよ。じゃあどうやって入り込んだのか。戦後ですよね。戦後に日本語が常用できる台湾人がやってきて酒を教えた、飲酒の習慣をしてた、だから酒という言葉が残ったんじゃないかという推測が、まあ、行われています。でどうしてじゃあそういうことを言えるのかっていうとですね、日本人がこの蘭州って江東省って島に入ってるのは1896年、つまり日本が台湾を統治した翌年にもうこの島に文化人類学者、まあ、特に鳥居隆三とか入ってきてるわけですよ。まあ鳥居隆三入ってるのもう少し後ですけどね。初めに入ったのは警察官だったんですけども、この警察官が入った時にあることに気づくんですよ。このタオ族の住むこの蘭州って島にはマラリアが存在していない。当時台湾はもう疫病の島で、特にマラリアっていうのは日本人をすごく苦しめた病気なんですけども、このマラリアが存在しない。なぜかっていうと、この島には年中季節を問わず南から風が吹いていて、今これ蘭州皆さん行かれるとわかるんですけど、あそこは熱帯雨林気候なんですよ。熱帯なんですよね。台湾本島って南国のイメージがありますけど、あそ台湾本島は基本的に温暖湿潤気候って言って温帯なんですよね。まあ、もちろん山の上は違いますけどね。で台湾最南端の根底国家公園と蘭州だけが熱帯気候なんですよ。で暑いですよね、当然ね。ところがあんまり暑さ感じないんですよ。どうしてか、常に海から風が吹いてるから。でこの風が常に吹いているためにマラリアを媒介する蚊がいないんですよ。そうなるとマラリアを知らない人たち、当然ながら免疫力ないですよね。この人たちがもし台湾から持ち込まれたマラリアに感染したらどうなるか、もしくは梅毒とかそういった性病みたいなものを持ち込んでしまったらどうなるか、彼ら絶滅しますよね。免疫ないわけですから。そこで日本人は研究者、学者と警察官、学校の先生、あとは総督会を認める一部の人間を除いて入域を禁止してたんですよ。だから本当にこの島の文化が、まあ多かれ少なかれね、日本統治時代の50年で影響を受けてますけど、ところがどうして彼らの文化が残ったのかって、そこにポイントがあるんですよね。疫病からこの島を守るために一般の人たちの入域を禁止したがゆえに、この島の文化、そしてこのタオ族の文化が守られたという言い方をしたらね、いかがでしょうか。そして酒というのはその統制が終わった後、つまり日本人が台湾を離れた後、中華民国体制の中で漢人たちが入ってきた。そこで酒というものを教えたっていうことなんですよね、日本語で。だから酒という言葉が存在している。で山については、最初の勉強をお話ししましたけども、山というのはマウンテンの意味ではなく、アニトという悪霊が住みついているところだと。ね、マウンテンの意味では別に名前がありますから、彼独自の言葉がありますからね、またちょっと違うんですけども、そういった側面もね、まだ面白いですよね。あと宗教用語、これも興味深いですよね。これ日本が台湾を去った後に、キリスト教の、布教をね、熱心にやった人たちがいるんですよ。
で今でも台湾の原住民族の多くの人たちは、カトリック、プロテスタント問わずキリスト教徒が多いですよね。で今ここに書いたね、これイエス様、神母さん、これ神母さんって神父さんのことですよね。あと教会、あと天主教、これカトリックのことですよね。こういった概念をもともと彼らは持ってなかったんですよ、当然ながらね。そこで何と説明するか、この日本語のできるその宣教師たちや、まあ、日本語を学んだその伝道師たちがですね、日本語で教えたんですよ。だから現在もイエス様はイエス様だし、カトリックのことは天主教って言いますし、で教会を一番多分目につきやすいと思うんでね、皆さん今度台湾の原住民族が暮らしているところに行ったらですね、多分どこでも教会がありますから、その教会に行ってみてください。で教会っていうのが例えばローマ字とかで書いてあったら、間違いなく教会とか旧会とか中会とかそういう発音で書いてありますよ。これみんな日本語の教会から来てるんですよね。あともう一つは、このキリスト教が聖書を使いますよね。でこの聖書をその部族の言葉で編纂するというまた作業があったんですよね。これをまあ大変な仕事だと思うんですけども、この部族の言葉でこの聖書を翻訳するという作業をね、続けている人たちもいたんですよ。でこの人たちがやってきた仕事というのが、彼らの、この部族の言語の記録として非常に重要な辞書を作ったりね、会話集を作ったりするときに、編纂したりするときに非常に重要な役割を担っているという側面もあったりします。あとですね、これも興味深いんですけど、アミ族にマリっていう言葉があるんですね。で、マリっていう言葉、これ、あ、画面出てますかね。待って、あ、出たかな。はい。このマリっていう言葉、ね、これ私のパートナーが片倉マリって言いますけど、これ、その片倉マリとは何の関係もなくてですね、これマリっていうのは、どういう意味かって話をする前に、どういうシチュエーションで私が言われたかっていう言葉を先にね、ことを話した方が分かりやすいと思うんですけど、このアミ族の、豊年祭、これミリシンとかイリシンって言うんですけども、この豊年祭に行ってる時にですね、マリというふうに言われたんですよね、私が。で、いやいや、私は片倉だけど、マリは私のパートナーの方で、私はマリじゃないですっていうふうに思ったんですよ。そしたらこれ後で聞いたらですね、意味違ったんですよね。このマリっていうのは、丸いって意味なんですよ。で、丸いという、その、だからボールのマリなんですよね。ボールのこのマリから来てる言葉だと、太ってるって意味なんですよ。丸い、体が丸いって意味なんですよね。で、私はね、確かにこう、体は丸いですけども、それをこう言った人の気持ちって何なんだろうって思ったんですよね。例えば私が太ってるからあなた太ってるねっていうのは、さすがにこれ何族においても、そんなちょっと失礼ですよね。じゃあどうしてこの老人は私に対してマリと言ったんだろうかと思ったので、聞いてみたんですよ。今のマリっていうのはどうして僕にそうって言ったんですかと聞いたらですね、これはいい言葉だって言うんですよ。あなたを褒めたんだって言うんですよね。どういうことか、太ってるということは浮遊の象徴なんですよ。太ってる人のことを裕福なイメージで捉えてる、円満な雰囲気で捉える。だからマリって言葉は褒め言葉なんですよね。で何が言いたいかというとですね、これ言葉っていうのはやはり私もね、こういういろんな今日言語の話しましたけども、特に日本語が入り込んでるかどうかっていうのは、これ実は取材ものすごく大変なんですよ。なんでかっていうと、
私が日本人だと分かったら、当然これ日本語ができる人は日本語を話してくれるし、ね、で日本語でコミュニケーションしていたら、これは彼らに入り込んだ言葉なのか、たまたまこの相手が日本語ができるから話している言葉なのか判断ができませんよね。あと、まあ、こちらがじゃあ例えばいわゆる台湾語、北京語を話すとか英語を話すとかっていうことが分かって、じゃあ例えば台湾語なり英語なり北京語でコミュニケーションしてくれた場合は、この彼らの言語に入り込んでる日本語っていうのは、これもまた全く目に見えませんよね。だからどうするかっていうと、自分の存在を、まあ、消すってことはできませんけど、自分がそこにいることを忘れてもらって、ただひたすらその村の人たちや家族の人たちとその部族の言葉で会話をしてもらう。でその中に出てきた言葉をメモしておいて、後でそれをこれ日本語ですか、日本語由来の言葉ですかってこう確認していく作業が必要なんですよ。でしかも往々にしてこの言葉が日本語由来だって言葉を知らないことが多いんですよね。そうですよね。彼ら自身は当たり前にその自分たちの生活言語としてこの単語を使ってるわけで、時計についてもトラックについても鉛筆にしても彼らは生活言語としてこの言葉を使ってるわけだから、これが日本語かどうかなんてことは考えてないわけですよ。だからこのマリって言葉もそうなんですけども、どういう意味を持ってるのか、そこを考えて確認していく作業が必要なんですよね。だからすごい地道なというか時間のかかる作業なんですよ。だからこれは私はね、原住民族電子台っていう台湾のテレビ局があって、これは原住民族の人々のためのテレビ局なんですけども、こういったところも時々見ながらね、そこで出てくる言葉をチェックして、それであと現地に行って話を聞くということを、確認作業をするということをやるんですけども、こういうのは本当に気の遠くなるような作業だったりする。まあ気の遠くなるようなってことじゃないですけど、時間と手間とセンスが必要なんですよね。こういうのは興味深いところだと思います。ね。まあ、今日ね、またちょっと90分以上話してしまいましたけれども、いかがでしたでしょうか。ちょっとこの言語事情、本当はね、もっと事例をたくさんお話ししてればよかったかなと思うんですけども、またこれはね、機会を改めて、このオンラインサロン講演の方でお話をしたいと思います。で、原住民族についての概要とかですね、この大まかな話っていうのは、ちょうど1年ぐらい前にやったのかな、原住民族、台湾の原住民族を説明する会をオンラインサロンの方でやってますので、そちらをちょっとご覧いただければと思います。はい。それではね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ちょっと途中一回この電話が倒れてしまったりして、お聞き苦しいところがあったかもしれませんけれども、どうぞお許しください。はい。それではね、また改めてお会いしましょう。失礼します。ありがとうございました。